はい、皆さんどうもこんにちは。ゲイではないリムをお届けするリムファッションチャンネルでございます。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで私ね、ゲイではございませんので参加させていただいて、ただ今回はちょっとゲイっぽいアイテムをねご紹介をしたいなということで、こんなスタートにさせていただきました。すいません。まあご存知の方も多いと思うんですけどね、デリバさんのね動画にずっとハマっていて、で最近ファッション関係のことすごく多く取り上げられてて、本物なんですよね、デザイナーされてたりとか。もう話面白いし、話すこと本物だし、もうセンスに溢れてるなと、もう非常にね尊敬してるんですけど、ただね私ゲイではないのでね、ハメが、ただ今回はちょっとそんなちょっと匂いとしたゲイっぽいかなっていうようなアイテムを普通に着てこうじゃないかというお話でございます。はい、それで何をね購入したかと言いますと、こちらのシーンで購入してるメッシュの T シャツ類でございます。当然値段もシーンで購入してるので、1枚1000円から2000円ぐらいのもの、もう非常にこう買いやすい価格帯のものなんですけど、ページ見ていただくとわかるんですが、ちょっと YouTube で出せないような、男性の方が素肌に着てたりとかっていうスタイリングがほぼほぼ 100% で、何かとコーディネートしたりとかってことではないんです。単純にそのページを見ただけではもう着るどころか買うに至らないんじゃないかなっていうような感じで掲載されています。で、まあ、こういう感じのものをただ単純に重ね着していきましょうっていう本当に簡単なお話です。特に難しいコーディネートとかっていうお話ではないです。どうしてもこう透け感のある素材ですし、その見た目も特殊に見えがちなんで、なんかコーディネートがとかっていうのあるかもしれないんですけど、いや、逆になんかこう普通なものに普通に重ね着してしまえば、まあ、こう、ちょっと今、匂い出しになるかなと。先日チャンネルをねちょっと手伝ってもらってる純子と一緒に東京見てきたんですけど、そのセレクト系のお店だったりとか、ギャルソンであったりとか、まあそういうとこでもこう透け感のある素材、やっぱり同じようなメッシュのものもギャルソンでも取り扱いがあったりとか、で今ファッション全体的にこうメッシュ系のものって少し前からずっと取り上げられていて、で今申し上げたように、ただこう中が見えるんで結局重ね着しなきゃいけないから、ちょっとこうめんどくさかったりとか難しさを感じたりっていうのも自身も感じていたんですが、ただ今からのシーズンこう T シャツ1枚、特にメンズの場合はね、もうスタイリングがこう簡素になっていく中で、まあちょっとこう味付けにこのぐらいインパクトがあればね、1枚着るだけでなるんで、もうただただ重ね着していきましょうっていうお話です。こちらのタンクトップ、これが1000円ぐらいかな。ただね、ちょっと、シーンで注意したいのは、同じようなアイテムでもサイズ感が全然違うので、サイズスペック必ずご確認ください。171センチ、体重が69ぐらいで、ほぼすべてシーンのものは 2XL で購入してます。2XL でだいたい、XL ぐらいですかね。ちょっと小さいと思います、サイズ感は。まあ、日本のサイズの XL ぐらいで自身は思ってます。なので、購入する際は、ちょっとサイズスペック、着丈、身幅見ていただいて、まあそれもね、ちょっと正直、ズレがあったりするんですが、まあ参考にしていただけたらなと思います。で、こんなね、白いタンクトップなんですけど、これもシーンで購入してます。ちょっとフェンディっぽい感じの T シャツなんですけど、まあこれも1000円ぐらいです。ただただ切り替えてる T シャツですけど、まあこんな感じで、重ね着してあげれば、ちょっとこう感じがね、ゲイっぽいって言いましたけど、この元々素材感がこのポリ系の素材だったりするんで、割と光沢感があるんですよね。だからちょっとスポーツっぽい匂いは元々持ってるし、だからそのスポーツ系のアイテムというか、さらっとしたアイテムとは結構相性いいかなと思ってます。なので、まあ単純にこんな形で重ね着してもらえば、下がナイロンパンツだったりカーゴパンツだったりとか、カジュアルなものと合わせていただいても、ちょっとこう雰囲気が変えられるんじゃないかなと思います。中に半袖のメッシュの T シャツとかも結構あるんですけど、今現状見たところサイズ感がやっぱりちょっと小さめに感じるんですよね。半袖買うときに気をつけたいのは、袖丈がどうやらあんまり長くなさそうなんです。まあちょっといいのがあれば買おうかなと思ってるんですけど、中の T シャツがあんまり出てしまうと、ちょっとかっこ悪いかなとも思うんで、ご自身の着てるサイズ感とか、その辺も半袖を買う場合は気をつけていただきたい。このタンクトップの場合だとね、全然その辺気にならないなと思ったんで、タンクトップをチョイスしてます。で、基本的には、メッシュ系のアイテムはこういった黒が多いです。まあ黒がね、圧倒的に使いやすいとは思うんですけど、で、こちらは、
袖にリブのついたロンティータイプのものです。裾にはリブがないです。これ一番最初に購入してます。いや、これがね、着て出かけてみて本当にすごい良くって。フェンディの T シャツとちょっと重ね着をして出かけていたんですけど、そう、さっきみたいにシンプルなものをちょっと匂い出しするのもいいですし、逆に、例えば、フェンディとかだと総柄だったりとか、ロゴがドーンと入ってたりとか、なんかそういうのがこう、あんまり目立たなくできるんで、そのやりすぎ感っていうかね、ブランド感というか、まあそういうのも抑えるのにもちょっと使えるなってことでその日は着ていたんですけど、だから別にそういう形でもいいですし、こちらもね、前の動画でも紹介してるタイソンも、これシーンでこれも購入してるんですけど、普通にプリントティーと合わせていただいて着ていただく。これだけでも、ちょっとこう雰囲気が変わるし、これは長袖なんで、その真夏になるまで、ちょっと暑いけど半袖に早いかなみたいな時も、そのシーズン性をごまかせるということで、結構いいんじゃないかと思ってこれは購入してます。で、この長袖とこの白のものは、メッシュの感じが同じ感じです。ちょっと大きめのメッシュのもの。で、さらに良かったので追加購入したのが、こちら。これね、本当はこれが一番欲しくて、最初は完売してました。で、どうやらシーンも、在庫復活するものもあるみたいで、これ在庫復活したんで購入してます。なので、まあ、例えばお気に入りに入れといたりとか、ちょいちょい見直すとか、そういうのした方がいいかなっていう感じはします。で、これに関してはメッシュがちょっと細かい感じのもので、裾にリブがついてます。まあ、いわゆるスウェットタイプのもの。だいぶね、その、メッシュの感じは、その大きさが違うんですけど、で、今日ちょうどこの、アディダスの T シャツ着てるんですけど、ほんとなんでもないやつ。だから、これ、アディダスの T シャツに見えるか。これ、グッチのナイロンパンツ履いて、もうめちゃめちゃこう、ただスポーティーな感じの印象のスタイリングにしてるんですけど、で、これに、こんな感じで、着れば、こう、ただちょっとスポーティーと、いう感じとは雰囲気変えられるんじゃないかなと思うんです。なので、別にその難しいこと考えないで、今お手持ちの普通の T シャツとかとこう重ね着していただいて、着ていただくだけで、だいぶこう雰囲気が変えられると。で、もう夏も近いので、今日上着着てないですけど、これでちょっと目立つなっていう方は、何かこう上に薄い羽織を羽織っていただくと、あくまでもこうインナーになるんで、より使いやすさは増すかなと思います。自分自身も先日出かけるときはこれにナイロンの、セットアップのジャケットを着ていたんですけど、まあそんな形で着ていただいてもいいかなとは思います。はい。いや、ほんと、このね、メッシュなんかずっといいなって思ってて、その、値段が高いとやっぱり買いにくいし、ザラかな?ニットちょっと見たら、まあまあいい値段してたんですよね。要は、手に取りやすくって、使い回しも効く。で、かつ今まで持ってた洋服、さっきお見せしたこのグッチのパンツももう何年も前に購入してるものだし、この T シャツも去年かなとか。まあそういったものがちょっとこう、今っぽくというかね、雰囲気を変えて着れるっていうアイテムじゃないかなと思いまして、今回はこのメッシュの T シャツ類をご紹介をさせていただきました。はい。いや、シーンはね、結構その、アイテムによって、クオリティにばらつきがあって、このメッシュとかポリエステル系のもの、シャツとかもそうなんですけど、もうそういったものは使い方によっては結構いいんじゃないかなと思います。まあ、アクセサリーとかもものによっては結構可愛いものあるし、あ、ちなみにこのブレスレットもシーンで購入してます。メンズの方も、あんまりこうメンズにとらわれずにアクセサリーだったらレディース見てみるとか、まあそんな見方で見ていただくと、いろいろ探せるんじゃないかなと思います。このメッシュ T シャツに関しては多分メンズのウェアでメッシュって入れればもうたくさん出てくるんで、ただね、さっき言ったようにページはもう男性の方が素肌に着てるようなページがずらーっと出てきちゃうんで、うわってなる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、まあまあ今言ったようなこんな感じで簡単に着ていただけるというのを想像してちょっとお買い物いただけたらなと思います。はい、ということでね、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。ゲイではないリムがお届けしました。また次回の動画でお会いいたしましょう。